ゃあいきますよ。ストップストップ、ひばりくん、ストップストップ、ひばりくん、おっとっとストップひばりくん。こんばんは、元男の子の青木かのんです。ミニ、初ミニです。ミニ動画です。今日はですね、タイトルにもあります通り、オークション詐欺、オークション詐欺に青木かのん引っかかったんじゃないかっていう、いや引っかかってるんじゃねっていう、もうそれでここ1週間生きた気がしなかったんですけども、その前に今後ろに映ってるの、まあ、これがこの後ですね関係してくるものなんですけども、これ私が大好きなアニメ、ストップひばりくんなんですよ。びっくりでしょ、可愛い女の子でしょ。実はこれね、元男の子なの。元男の子に見えないでしょ。じゃあちょっと近くで見ましょうか。じゃん、これ江口先生が描いている漫画なんですけど、1983年頃にアニメ化されたのかな。だから私が生まれる10年以上前、だから絶対に被らないはずなんですけども、視聴者さんから教えてもらって、かのんちゃんみたいなアニメやってるから見てって。でね、それを見てすごい私と被るなと思ったんだけども、それと同時にすごい虚しくなっちゃったの。どういうところが虚しかったかっていうと、うわ私もこんな風に生きたかったなって思ったんですよ。どういうことかっていうと、私ってさ、男子時代を男の子として生きてたから、野球やらざるを得なかったんですよね。でもこのひばりくんはもう学校のアイドルなの。男の子っていうことをバレずに学校に通ってんの。学校一モテモテの女の子みたいな。羨ましいじゃん。だからすごい、わあいいなって思うと同時に、私もこんな風に生きれたらなって思うわけですよ。たださ、そのひばりくんがもう本当にめちゃめちゃいいキャラで、もうすごいハマっちゃったんですよ。そっからもういろんなグッズを収集するようになって、でそれで今日の本題に入っていくんですけども、オークションサイトでですね何でしょうか。これはひばりくんの直筆のサインです。これあれよ、江口先生が直筆で書いたやつ。2011年の8月15日、これ私オークションで落札したんですよ。サインとかってさ、まあ、いろんな意見があるわけじゃないですか。直接もらってこそサインの価値があるわけであって、オークションとか通販サイトでサイン買うのは邪道だよみたいな、私もすごいそれはわかるんですけども、この2011年8月15日の数字を見てください。これ実はですね、私がもう男として生きるのやめよう、女として生きていこうって決意した年月日なんですよ。これはもう運命だと思って。元男の子のひばりくんでしょ、2011年8月15日。うわっと思って、もう死に物狂いで落札したの。で、その金額がですね、びっくりなのが、他の江口先生のサインだと、だいたい相場3万円とかなんですよ。これ、約9万円だったんですよ。絶対欲しいと思い落札しました。そこまでいいんですよ、買えたみたいな高揚感にもう包まれて幸せ気分だったんですけども、いろいろとこでネットで江口先生のサインみたいな調べていったら、江口先生が実際にこうツイッターで書いてたんですよね。僕のサインがオークションでいろいろ出てるけど、これほとんど偽物ですよって。えってなるじゃん。え、じゃあこれって偽物なのって。おお、そうなると生きた心地しませんよ。でいざ届きました、額縁に入れます写真をですね、ツイッターに私は投稿しました。こちら、すごいありがたいことにですね、あ、ちょっと待ってね、あ、いや、もう持っとこうか。江口先生、私のツイッターフォローしてくださって、そしたらね、江口先生が返事くださって、それはこちら、嬉しいよね。本人お墨付きで、これは僕が書いたサインですって言ってくださったの。やばくない？もうこのツイートを見た瞬間に涙が出ちゃって、もう顔にします。それと同時に、次は絶対に自分の足でサインをいただきに行きます。あ、イベントに行ってね。じゃああれなんですよ、江口先生全国でいろいろサイン会やられてるんですけど、この前秋田でやられてたんですよね。たださ、今さ緊急事態宣言中、あ、今は違うけど、もう解除されたけど、その時緊急事態宣言中だから、さすがに行っちゃったら
もしそこで視聴者さんと遭遇したら私怒られちゃうんだろうなと思って、あの行かなかったんですよ。行きたかったけど、これはなんかもう本当特別な思い入れあるんで、これはこれで欲しかった。2011年の8月15日っていうのはすごい欲しかった。絶対手に入れたかったから。近くで見ますか。ほい、やばくない？これよ、これこれ、この額縁、ヨドバシカメラ吉祥寺店で買いました。そしてこのオークションに出品していた方が書いてあったのが、このサインは吉祥寺のイベントで書いてもらいました。吉祥寺生まれなんですよ。どういうことかというと、江口先生はですね、吉祥寺在住なんですよ。だからこれは江口先生の DNA が、ちょっとやばいな、犯罪チックだな、これは。私ストーカー気質があるのかもしれない。そうなんですよ。すごい汚い残骸が見えてますけども、私はですね1週間前にこれを落札して、届くまで生きた心地がしなかったんですけども、つい2日前に江口先生からこちらのサインを、本人お墨付きの認定をいただいたということで、これは紛れもなく本物です。なのでこれからですね、もう本当死ぬまでこれ私は棺桶にしていきます。この額縁にずっと入れてもう生きていく。もう辛いことがあったら、この江口先生のこのひばりくんの写真を見て、写真というかこのサインを見て生きていく、もうそれだけです。はい、本当に良かったということで、青木かのんのミニ動画は、私がですね大好きなストップひばりくんのサインをオークションでゲットしたよっていうお話でした。さよなら。